岡山観光特使クリアランス国城悟の晴れの国岡山検定の達人になるんじゃ。ルーツになるお土産とかも売ってんすよ。ただ、うん、藩は知らん藩は知らんよ。2番の津山藩でした。迷った津山藩だ。これ誰が知っとん。2番の高橋キリスト教会堂のでした。4ミドロマスイチ知らん出ました知らん。はい、というわけで、次の問題いってみたいと思います。東洋一の硫化鉄鉱山であった柳原鉱山では1923年大正12年に鉱石を輸送するための鉄道が開業された、はい、その鉄道は次のうちどれか、はい、1、3番鉄道、はい、2、岡山臨港鉄道、はい、3、イカサ鉄道、うん、4、片上鉄道。あー、なるほど。柳原鉱山。柳原鉱山はご存知ですか？ちょっと初めて聞きました臨港は多分みんな港やもんな。だからイカサ、片上、4番、はい、片上鉄道。正解は4番、うん、片上鉄道でした。よし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 。91年の6月30日まで営業されていたと、うん、ウィキペディには書いておりました、うんうん、なんか聞いたことあります。それでは次の問題いってみたいと思います、はい、元岡山県知事、うん、三木幸春は、はい、岡山県の発展に貢献したことが認められ、はい、マザーテレサやダライラマ14世なども受賞した、はい、アジア地域で社会貢献をした個人団体を表彰するマグサイサイ賞が贈られた、はい、彼が行った主な事業は次のうちどれか、うん、1、うん、地方振興局の設置、はい、2、再生顧問制度の設立、うん、3、水島臨海工業地帯の開発、はい、4、瀬戸大橋の建設。はい、これはこの三木幸春さんは聞いたことあります？これ恥ずかしいんで正解してから言おうと思ったんですけど、はい、桃太郎少年合唱団を作った方です。おお国城少年も所属してたというでも分かんないけど、うん、時代がちょっと後だから建設だからな。4の瀬戸大橋。はい、うん、正解は、うん、3番の水島臨海工業地帯の開発でございました。そうなの、難しいな。三木幸春さんはですね、はい、医師であり政治家であるということで、うんうん、桃太郎少年合唱団もちゃんと乗ってました。乗ってました。お、はい、倉敷を訪れたウィーン少年合唱団の演奏を聞かれた当時の三木幸春岡山県知事の提唱により、はい、昭和37年1962年に青少年の健全育成と地域音楽文化向上に役立てることを目的に創設された、うん、そんなしっかり書いてくれてるんですね。これはあの桃太郎少年合唱団のホームページに書いてますね。 ありがとうございます、はい、僕は入団テストも受けましたから。歌っちゃうんですか？あ、そうそう、歌ってあの先生が いらっしゃって、じゃあピアノの先生もおって、うん、あの自分が歌いたいって、また絶対で教科書にあるような曲を歌って、うん、はいですね、はい、僕はあのカエルのぴょんたっていう昔あったんです。カエルのピョンタすごいなって、でそれを、うん、あの学級の歌っていうので、うんうん、3年3組で替え歌して3年3組すごいなっていうので毎日歌ってたんですよ。へでももうカエルのピョンタはあんまり覚えてなくて、うん、替え歌の方覚えてる、はい、だから入団テストで3年3組の歌を歌いました。うそー、どんどんそれで合格した。合格しました。心が広い今ので覚えておいてくださいね、はい、もうちょっと勉強したいなと思います。水島臨海工業地帯の開発に関わられたということで、はい、提唱したということで、あ、どれかっていうところやったんか、してないやつやんかじゃなかったっけ。彼が行った主な事業は次のうちどれかです。あ、マジか、そっか、そもそも間違えたなと、うん、あ、それやったら水島臨海やな、時代的に失敗した。はい、問題はよく聞きましょう、はい、魂の声